自衛隊航空中央音楽隊です。暑かった8月が終わり、あっという間に9月に入りましたね。今日はちょっとすっきりしないお天気ですが、だいぶ過ごしやすくなってきた感じがします。今日はこんなにちっちゃくて可愛いお客さんもいらしてくれてありがとうございます。そしてビジネスマンの方、オフィスレディーの方、そして警備員の方、皆さんお仕事お疲れ様です。さて、 T スクエアの宝島で幕を開けました令和元年度水曜コンサート、本日は私たちの演奏でお昼のひとときをお楽しみください。本日の指揮者をご紹介しましょう。航空中央音楽隊演奏班長、羽賀大輔三等空佐です。そして私は本日のご案内役を務めさせていただきます、米田中葉三等空佐です。どうぞよろしくお願いいたします。早速次の曲をご紹介しましょう。続いてお送りするのはピエール・ポルト作曲のフライデーナイトファンタジーです。この曲は1985年から1997年にかけて日本テレビの金曜ロードショーのオープニングテーマとして使用されていました。夕暮れの波止場を背景に流れる哀愁漂うトランペットの響きを毎週楽しみにしていた、そんな映画ファンの方もたくさんいらっしゃるのではないでしょうか。本日は航空中央音楽隊トランペット奏者クリス・ケンイチ空奏長のソロでお楽しみください。フライデーナイトファンタジーです。
くれたクリス検閲空想長に今一度大きな拍手をお送りください。ピエール・ポルト作曲のフライデーナイトファンタジーでした。金曜ロードショーのテーマが流れたところで、ここからは最近実写化されて話題になったディズニー映画の音楽をご紹介しましょう。まず最初にお送りするのは、貧しい青年アラジンと王女ジャスミン、そして魔法のランプの聖ジーニーが繰り広げる物語、アラジンよりホールニューワールドです。アラジンとジャスミンが魔法の絨毯に乗ってロマンチックにこの曲を歌うシーンは最も感動的なシーンの一つです。そしてディズニー映画の実写化といえばもう一つ、ライオンキングです。こちらはサークルオブライフ、ハクナマタタなど劇中に流れる名曲の数々をメドレーでお送りします。それではアラジンよりホールニューワールド、そしてライオンキングメドレー2曲続けてお聴きください。Thank you.
よりホールニューワールド、そしてライオンキングメドレーをお送りしました。可愛らしいぬいぐるみも一緒に参加していただいてありがとうございます。昨日も聞きにいらしてくださってましたよね。ありがとうございます。さて続いては世界恐慌時代のアメリカ、ニューヨークを舞台に、どんな時も夢と希望を忘れない少女アニーの姿を描いた名作ミュージカル、アニーよりトゥモローです。本当の自分の両親を探すアニーはようやくつかみかけた手がかりを失ってしまいます。そんな時でも明日を信じ前向きに生きるアニーが歌うトゥモロー、航空中央音楽隊のボーカル森田咲空師長の歌声でお楽しみください。
力強い歌声を披露してくれた森田早紀副市長に今一度大きな拍手をお送りください。トゥモローをお聞きいただきました。時間が経つのは早いもので、次が本日最後の一曲となってしまいました。航空中央音楽隊水曜コンサート、最後にお送りするのはビッグバンドジャズの歴史に燦然と輝くバンド、カウントベーシー楽団のヒット曲から、ジャンピン・アット・ザ・ウッドサイド、ザ・ウィンド・マシーン、リル・ダーリン、パリの4月、以上4曲をメドレーにした1曲。本日のラストナンバー、トリビュート・トゥ・カウントベーシー・オーケストラです。
ありがとうございます、アンコールありがとうございます。それではもう午後からもまたお仕事が続くということで、元気を出していただくために最後は我々航空自衛隊の公式行進曲空の精鋭でお別れしたいと思います。皆様も手拍子でお付き合いください。お願いします。全てのプログラムを終了させていただきます。本日はご来場いただき誠にありがとうございました。